差別だって言いにくい事情があるのか、まあ、そういうことに、なんて言うんだろう、こだわっていたら前に進めないと思ってらっしゃるのか、まあ、皆さんそれぞれ一人一人思いが違うかもしれないんですけど、まあ、そう言わざるを得ないっていうこと自体も不利益じゃなかったとか、女性だからこう差別を受けたわけじゃないって言ってしまう、言わなきゃいけないような環境自体もなんだかおかしいなっていうのは、はい、個人的に思いました。こうそういうことを言うと攻撃されたりとか、そうです。こうだったそら、んなことはないとか。男だって大変だとか、いう代わりに、男が多分見せかけられるからっていうのもあるでしょうし、まあ、少しその感度を下げないとやってられないっていうぐらい、やっぱりきついこともいろいろあったのかなっていうことを、まあ、これは推測ですけど、思ったり。まあ、全国的にこの問題っていうのはあると思うんですけど、特にこの沖縄という地域に限って見てみると、何がその壁になってるんだと思いますか？そうですね、まあ、私もちょっと考えて、沖縄ならではって大変だけど、沖縄の壁っていうのはあるのかなっても思ったんですけど、やっぱり共通してるのは、やっぱり固定観念だったり、男女のだったり、まあ、性別の役割の分業を押し付けられていたり、あと、まあ、スプレーニングだったり、やっぱ旧態依然とした世の中のこの仕組みみたいなもので、こう皆さん、意識的に無意識的になんかそういう意識があるがゆえに、ちょっと差別による攻撃を受けるのかなとも思います。やっぱり沖縄も、まあ、中島さんもよくご存知のように、仏壇があって、尊と呼ばれているこの位牌とかをご先祖さんもすごく大事にするもともと文化で、でただその、尊名、お仏壇位牌をこう継ぐのは、やっぱり長男っていう、こう、男子信仰みたいなのがすごく強い、もともと地盤でもあるんですね。で、尊名っていうのは、この、まあ、位牌があって、それを代々引き継いでいって、同じものをこうつないでいくっていう文化ようなんなですよイメージね。ですね。ご先祖様の、まあ、例えば1代前、2代前、このご先祖様のお名前がある、この位牌を、まあ、お仏壇に、まあ、何て言うんだろう、置いて、で、それを、やっぱこの年中行事、お盆の時とか、お正月とか、まあ、何かしら、こう、手を合わせるとか、こう、お線香をあげるっていうのが、沖縄の文化としてあるんですけども、そこでやっぱり家を継ぐのは男性で、で、長長男男。のいわゆる嫁、妻は、やっぱりそういう仏壇行事をしっかりしないと、家を支えなきゃいけないっていうのは、プレッシャーもすごく大きいっていうのが、今回の取材のこういろんな体験談からは出てこなかったんですけども、やっぱりそういうもともとの、地盤があるがゆえに、女は家にいればいいっていう、こう家を支えろっていう的な発言を受けたっていうのはすごくあるなっていうのを感じました。なるほど。長男が継ぎますっていうことなんだけど、実質的にいろいろな仕事をするのは女妻っ性。ていうことですよね。そうこです。の前、その記事を読んでですね、まあ、長男が継ぐべきだと思っているが、男性の方が多かったんですよね。そうなんですよね。なんか最近、その、いわゆる仏具を販売している会社が、まあ、県民の意識調査アンケートを取られて、位牌の継承について、尊名の継承について、長男が継ぐべきだと思う、聞いたところ、そう思う、ややそう思うの合計が48%、まあ、約ですよね。で、ではそう思う、ややそう思うの合計が24.6%ということで、やっぱり男女の差がここで見えてきてるなというのは感じ男性は半数が継ぐべきだと思っていて、女性はその半分っていうことなんですね。そりゃ女性の方が仕事が多ければ、もう、ね、できる人がやればいいじゃないのって思いますよね。まさに沖縄は旧盆、旧暦でお盆もやるんですけども、この旧暦の3日間お盆の時期のやっぱり行事っていうのもすごく大変で、やっぱりこう、三度三度のお供えをしたりとか、去年、今年はコロナですから、そういった制限もかかってますけど、また親族をもてなしたりとか。で、大体その時男性は、その仏壇があるこのお座敷にストーンと座って、まあ、早いからごちそう食べたり、お酒飲んだり、で、女性は台所に立ってっていうのが、やっぱり長く続いてきたものでは。
沖縄って行事が多いですよね。多いですね、うん、はい、